四十詩とは、1920年代から1930年代前半にかけて活躍した、フランスの4人の男子テニス選手の総称。四十詩とは、アレクサンド・ル・デュ・マペールの有名な小説、三十詩にちなんで付けられた。ジャック・ブルニョンアンリ・コシェ1930年、ジャンボロトラ1931年、ルネラ・コステ1929年彼らが、 前世時代にあった頃、デビスカップフランス代表は1927年から1932年まで6連覇を果たしている。4大大会でもシングルス、ダブルスともに多数のタイトルを獲得し、男子シングルスでは4人合わせて18勝を挙げる。ブルニョンだけはシングルスのタイトルを取れなかったが、ダブルスで総計10勝を記録する全仏選手権は、 国際大会化が1925年であったため、それ以前に獲得した優勝はテニスの公認記録から除外されることになっている。したがって、コシェの場合は1922年、ボロトラの場合は1924年の全仏優勝が各自の総計から除外される。それを含めれば、コシェは全仏選手権5勝、ボロトラは2勝となる。 ラコステは結核発病のため他の3人に比べて引退が早かった。引退後のラコステはブランド事業で世界的な成功を収めた。40種のメンバーのうち、コシェとブルニョンの2人は1929年10月に来日したことがあり、日本にテニスを紹介している。また、ボロトラとブルニョンのペアは1933年ウィンブルドン選手権。 男子ダブルス決勝で、日本の佐藤二郎と、布井良介のペアを破って優勝したこともあった。1976年、40士のメンバーたちは4人揃って、国際テニス伝堂入りを果たした。2000年代後半から2010年代半ばには、ジョー・イルフリードツンが、ジルシモン、ガエル・モンフィス、リシャール・ガスケの4人が新40士と言われた。ありがとうございます。